どうもお疲れ様です。ナミさんね、先日私ね、ホームセンター行ってきたんですよ。ホームセンターじゃないよ、何ですよ、モデルハウス、モデルルームですか。ホームセンターとは全然違いますね。で、大体そういう風なモデルルームに行くと、まあ新築の家のね、ご案内も受けて内見会にも呼ばれるんですけども、現場でですね、いろんなこう子供たちが喜ぶようなイベントがあったり、その時小さな動物園があったんですよね。ひよことかコールダックが来てて、こうね、うさぎとか触れるみたいなやつがあるんですけども、うちの子もね、大好きで、そちらの方を喜んでね、こうなでなでとかして、まあ、かわいいかわいいって言ってたわけなんですけども、そこに行くとね、私たちの方には、実はこうやってね、Amazon のギフトカードなんてのがね、もらえたわけですよ。いくら分入ってるのかな？あ、1000円分のギフトカードですね。まあありがたいなと思うわけですけども、このギフトカード、しかし私の場合はですね、まあ、こうやってコードもついてるんですけども、買い取りサイトに回すようにしてるんですよね。まあというのが、まあ私がね、提携している、こういったギフトカードの買い取り屋さんっていうのが、割と利率がいいんですよね。もうもちろんね、この1枚ぐらいじゃダメなんで、まとめてってことになりますけども、まあそういったものが今回ありますんで、ちょっと紹介したいなと思っております。動画概要欄に URL がついてますので、そこをクリックしていただければと思うんですけども、まあこういうふうなね、今使わない金券ってのが結構タンスの中とかお財布の隅っことかに溢れている見込みなんですよ。というのが、大体こういうカードって販売した時とかプレゼントで配られた時って、要するに発行元がいくら発行しましたよっていうふうな金額が出てるわけなんですよね。それに対して使われた金額ってのもやっぱり出るわけなんですよ。その差額が、まあ、かなりあるみたいなんですよ。これ細かい数字洗ってないんですけども、かなりあるみたいで、どういうことかっていうと、こういったお金と同じようなカードが使われずに経済の枠の外に眠ってるらしいんですよね。だからこれを一旦皆さんの懐の中にね、こういったカードじゃなくて現金とかペイペイポイントみたいにこう変えることによって、実際に使われてないお金に類するものを経済の中に戻してあげようみたいなね、まあそんなムーブメントなんですよ。まあ巷ではね、岸田政権が4万円を税金還元するとか、7万円だとかね、10万円だとか言ってますけども、そんな金額、こういうのをやると簡単に出てくるそうなんですよね。まあですんで、しばらくね、ことあるごとにこういったものを呼びかけてみようかなと。あ、クオカードもありますね、ここにはね。なんかね、カードもらいましたね。あ、500円分ですね、これはね。うん、まあ、こういうふうに、いろんなところでね、はい、どうぞってプレゼントでもらうのを、まあ、もらったもんだから、ありがとうってこう、収めちゃって、どこに行ったか分かんないような状態にもなってるんですよ。だから私もね、探すと結構出てくるかもしれませんのでね。ナミさんも、身の回りにありましたらね、ぜひ動画概要欄の方からクリックして、買取屋さんに出してみてはいかがでしょうかという、そんな連絡でございました。なんか案件みたいですね。はい、それではね、いつも動画の方ありがとうございます。お疲れ様です。